こんにちは。ロザリオスの中村達也です。最近はドラマーとしていろんなステージに立ってますが、ライジング10年目の今年はツインテールという、映像作家ってわけじゃないけど、まあ、映画監督の豊田俊明と、バイオリニストの勝井裕二、そしてブランキ時代の同僚の照井俊之と4人でステージに立ちます。ロザリオスも3年ぶりかなになるステージをやります。そこには、ブランキ時代の同僚の浅井健一が友情出演でギターを弾いてくれるので、それもとんでもないことになるとは思ってます。皆さん楽しみに待っててください。じゃあ北海道で会いましょう。